上品。ホタルイカね。さっき説明聞いたけどもう忘れちゃった。よもぎ豆腐。エビのしば煮。しば煮。シラウオ。あやどり揚げ。そら豆。サワラの。これサワラだ。うん。ふき味噌は添え。だって。はい。いただきます。では。いただきます、はい、いただきます、うん、飲み放題で何があるの？ワインとかも。ワインに焼酎、日本酒、赤ワイン、白ワイン、あとスパークリングワインに、ビール、もちろん生ビール、ハイボール、あと日本酒、うん、いろいろ、いろいろあります。うん、本当にね、何もないですよ、コンビニも、お店も周りには何もない。本当、集落みたいな感じ、ね、うん、これ飲み放題で飲めなかったら本当に寂しい夜を迎えると思う。本当に本当に飲み放題なんで良かったです。飲みます。ということで、ラオウサーモン、ラオウサーモンと地場野菜のカルパッチョです。美味しそう。ありがとう。あとはネギなの。うん、下に。違う違う違う。で、この髪もこれすごいよ、このレインボー。本当だ。さあ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 。おいしそう。一品した、一品した。肉料理。鍋料理と肉料理が一品した。どっちも山形牛、黒毛、山形黒毛牛、黒毛和牛、しゃぶしゃぶとローストビーフ、しゃぶしゃぶ、すごい霜降り、すごい柔らかいのね。すごいです。もう、もうこのピンク色の状態で食べます。器もすごい素敵だし、ご飯がすごい美味しい。この汁物も美味しい。カモ、これでグズグズ言うようになったら私が帰ってしまうみたいな。中じゃないのか。ここはなんか休憩室みたいな。なんか本当中が見えるホテルだね。また夜は夜で。すごい。夜は夜で全然違う雰囲気。わあ、いい感じ。昼間とはまた全然。ここが。こっちはないんだ。これが私たちが泊まってるところで。気持ちいいね。本当だ、丸見えだね、ここのホテル全部が。この人ほら、全裸になってるよ。女の人？男。女だよ。男だよ。上、3階。うん、分かってるけど。こっちはちょっとね、暗い。部屋なんだ、あれも。
休憩室かと思ってた。私もそう思ってた。流れてたらびっくりするよね。